ワンピー側が竹野一美、対するは 2P 側のびのドラグノフ、チーム山佐対決。選ばれたのは三島道場、非常にスタンダードな四角形のステージへ。技を打てば打つほど相手を壁に追い詰めていきます。まずはハケ、この組み合わせが先ほどはノリがウルさんを破っています。しかしこのラウンド、まずはハケが非常に優勢に展開を作っていますが、レイジのノビシャープの2つ少し削っていこうというところに、輪行列拳ドライブ、これはガード、そしてあとは削るだけ。おお来た、勝負のフレキシブルエルボー、浮かせて壁まで行く。どうだ、リッパーから置き攻め、シャープな読み切っている。しゃがみガード、フレキシブルエルボーが逆転の一手になったんですが、タケが耐えた。密着状態でお互いにレバーを駆使してフェイントを掛け合っている。ハイキック攻めてくるところ、迎撃、タケがリードです。パワークラッシュ、ここは右投げ抜けさせて位置を入れ替えたのはノビ。壁がある、どうやって生かすか。インコーレッケン押し返していきます。シャップさばいている、壁が近いがどうだ、左アッパーからなるかみ残るが、どうなる、伸びはレイ状態、フロントキック。タケが2ラウンドを連取していきます。横からヘッドハンター、パークラ投げ抜けを誘った。そしてタケがダメージを取り返していく。横からして、あ、背後まで回ってグレイライド、ハイキックで返していきます。武田が、ここでロシアンフックアサルト、カウンターヒットでフィニッシュです。しっかりとブロスチャージで返していきますが、牽制キック、シャープなウガードして千鳥コンゴ、ジャンプキャンセル、スライサーソバットもしっかりと武田ガードでしのいでいます。接近戦はどうやら武田が優勢か、いや、ここでノビが打ち返していく。2発目、これでウォールバウンド。どうだ、シャガマン、クロチストチャージじゃなく、置き攻め重視からの下段。よく切り替えました、倒しきれないと踏んで、コンボの選択を変えて、1試合目するのはどちらになるか、まずはパワークラッシュ。タケが優勢ですが、ここで、スライサーソバットからコンボ。さらに置き攻めで壁に追い詰めていくのはノビ。押し返していくのはタケ。右横移動が効いているでしょうか。シャンク一旦距離を取る、右横移動、輪行列拳、少し竹がリードです。下段遠い、届きませんでした。スラストバーシットスピン打ち返していく、シャープな両パン投げは抜けた、残り時間も減ってきています。輪行列拳、伸びがレイジ、どうだ、ドライブから空中ヒットスクリュー、残り時間が減っているぞ、運べるか、運んでフロストチャージフィニッシュ、見事なコンボ判断、ギリギリでしたが、ノビがまずは1試合目を先取しました。そして2試合目、選ばれたのはファイナルファンタジーステージハンマーヘッド。短いところで戦うところは一瞬で壁に行ってしまうでしょう。このステージを生かすのはどちらになるでしょうか。恐怖を教えて差し上げます。ノビがリードしての2試合目、ただ内容はほとんど下がりませんでした。枠補正を切ってダウン落ち、体力半分ゲットの竹、
そしてステージの隅に追い詰めています。ここは重ね明かつきをしっかりとガードして反撃を返していくのノビ、アッパーでフレーム勝ち。そしてこれは狭い側の辺になっていますから簡単に体で運べる。カウンター1残るが起き攻め、おーっと起き上がりキックでシャットアウトしました。しかしすぐさま下段で崩していく。ラウンド2ファイト、読み切って遅蹴り、意識が非常に高い反撃を見せました竹。お互いに接近戦で技を打ち合っていく。ハイキック、これはカメラに行くでしょう。起き攻め、ここは一旦距離取る。うわーナイス、シットスピンキックに対してタッチショット RP、 ゲージ状態でダメージは上がっています。さらにゲージドライブからのアサルト、これを見ていく相打ち、今度は竹が取りました。横投げ、あー抜けさせて鳴神を暴発させましたね。伸びでロシアンフックアサルトで押し込んでいく。壁が近づいてきました。竹は技を出さなくてはいけません。しかしそれはノビ当然分かっています。小技でうまく読み勝っていく竹。2発目しっかりとガードシャープの遠いロシアンフック、横移動で回避して今度は竹がノビを追い詰めるか、いや軸がずれています。キビスが先端届いてしまった。しかし側面カメラね、そこに下段を重ねて竹が取っていきます。2発接近戦、お互いに技を押し付けていくような展開。ロシアンフックアサルト、やはりかなりの距離を運んでいける。ロシアンフックアサルト、壁が近いぞ。竹、技を打って押し返さなくてはいけない。あーここで鬼好き浮かせていきました。パタパタ運んで置き攻めどうする。2発目が出る前に輪行列拳で捉えた。良き武をお持ちですね。これで 1-1 です。 Welcome to the King of Iron Fist Tournament Kazumi Mishima Leroy Smith。はい、戻ってまいりました、はい、ちょっとトーナメント表に誤差がちょっとあるみたいで、なるほど、そこちょっと、はい、この試合が終わり次第説明したいと思います、はい、ありがとうございます。そして出てきましたよ、おじいちゃんが来たな。3試合選手ですので、ここでもしリロイで、そうですね、負けてもまた変えられるという保険も効いた選択にはなっております、はいはい、ということでノビのリロイが登場です。めっちゃ迷ってましたもんね、ノビさん、リロイ出すかどうかっていうのを、ここでまあ大会で出したっていう経験を積むっていうのも一つ手ではありますよね、はい、確かにリロイというキャラは絶対にやらないといけないキャラですからね、エボジャパンもありますし、竹野和美対ノビのリロイです。始まりました、センキュー対相打ち。リロイはやはりその技は横には強くないというのがありますが、来ました、技術寸形発生12フレーム。そして視線台はしっかりとガードしている。ワンツージャブ左アッパー、小技も非常に強力です。しかしここはマイナス10をしっかり捉えて、重ね赤月0状態ですからダメージも上がっています。パタパタから置き攻め、持ち込んでいくダウン、これを否定して受け流して、そして下段で崩した。3から20フレームまでさばき判定があるという、他のキャラよりもかなり長いさばきが可能な、もうリロイの総流も様子見でうまく返していきました。これ剣下段フォーミング打ち返していきますが、立ち回りはどうやら竹がうまく進めている。2発目が当たってしまう、割っていきます。そしてこの楽勝総体というとんでもない技だが、ハイキックレイ状態です。これは十分なダメージになるでしょう。レイジアーツ、
ただちょっと竹の体力かなりありますから、あー残りません。結構ギリギリなのかなと思ったんですけど、倒しきることに成功。きたー2発目新鮮強い大冒険強いですね。さあでもなぜかマイナス9、あのフュージョン系の技は大体反撃あるんですけどねこいつのフュージョンだけは反撃がない。比較うまいぞ。ランチなんでかかんないのって聞いたら、連続ヒットじゃないからだそうです連続ヒットでゴムの技もあるけどね。レイジの伸びどうする、タケが優勢な、さばいている、左アッパーかな、コンボがちょっと、さすがにやっぱりあのまだちょっとあれですね、これはねおぼついてないですね、リロイ使いに失礼ですね、おぼついてないですね今ねリロイ使いに失礼。しかも今のドライブなんなら、うん、あの空振りする可能性ありました。本当だね、バンダイナムコに失礼ですよこのリレーを出すのはさすがに失礼すぎるスレーですね。いやでも水玉リロイっていうのはね、多分大量発生しますよ今回そういうキャラです。まあ、当然戻してきましたね。一つの難しさはありますけど、やっぱり強いですか。やっぱ技が強すぎると人間はその力に溺れるんですよ、うん、でリロイ使うと溺れちゃうんですよねあれ俺強くないみたいな、キャラが強すぎて全ての技が強いから全部の技を使おうとして脳みそが結構負担がかかるんですよ。恐怖を教えて差し上げます。ここで、ノビはスティーブへとキャラクターをチェンジ、選ばれたのは無限ステージ。無限はちょっときついんじゃないか。そうですね、今回ランダムセレクトですから、はい、スティーブやはり壁が強いキャラクターです。壁がないと崩し性能にはちょっと難がある。自分のタケさんのカズミと何回もスティーブでやっぱりやりましたけど、はい、ただじゃ倒れてくれないですね。ただじゃ倒れてくれない本当にマジかよライトが飛んできた、集団として使ってきました。ジャブからライト、ここまではタケが非常にいいペースですが、ファリングこの方が谷橋を出していく、あえて出していった。やはり勝ち星に差がありますから、アグレッシブな選択も正解になります。さあさっきのリロイがダメージとなるのか接近戦に持ち込んでいくのはノビ、ワンワンツーから右横ウオーパン内が通りました。ローキック細かい展開、クイックを嫌がっています。クイック待っている、待ってても入れれないですかね。クイック好きは増えてはいるんですけれども、それでも強い技、強い。残り時間20秒、カウンターヒットでノビがレイジになった、出し切り、ゲドン、おお右どうする、ジャブから、うん、これはしっかりとガード、あおうわいいジャブ、いいジャブだな、あ崩して、あぶそ、有利、スタンソーさん残って、あああ面白すぎる、ギリギリでしたが、ノビがなんとか返しました。背後から失礼して、ドレッドのダッパー確定します。置き攻め、バックステップしてから走りから伸ばしたんですが、さばいています。竹も見事、トラからの走り込み、パワークラ、鬼突きを回避してスタンス操作でフィニッシュ。ちょっとノビが流れを取り戻し始めましたかね。さばいています。右横からガゼル、そして走り込んでいきます。しっかりとガードして反撃、体力はイーブンだが、プレッシャーをかけてきたロビー、あーティミス落とし、浮かせ技、痛すぎるダメージ、あれを打つカズミ側も結構勇気がいるんですけどね、うん、先端ですよね、うまく使ってきました、はい、これでタケリーチです。グランドファイナルウィナーズ側で駒を進めるのはタケになるか。あと1ラウンド、ノビはあと2勝が必要、このラウンド落とせません。絶対に勝たなくてはいけない。壁なしが生きてますね、壁なしが。ローニズキッカードが間に合って、ノビが優勢だが攻め続けるノビ、疾風くん5枚に出る、長いダーティーブロー、
もう一度下段、ドライブガードした、距離が難しかった。どうなる、ハンパチ、おーおーおお、ぶっ放つからのスタンスをさ、素早く打った下段、取り返しました。ロビー盛り上げてくれますね。あ、再戦はステージはランダムで、ランダムで毎回ランダムでお願いします。お願いします。消化試合お願いします。そうですね、滝選手は神田翔がいいですので、ね、絶対無限られたいですね、はい、ルール上は全てランダムというルールなので、やっぱり滝選手の数見てすごい無駄なことがない、はい、無駄なことをしないんですよ、うん、なのでクイックフックとか機嫌とかにすごく当たらないので、ロビ選手も当たらないからこそ他の選択肢をもっと増やして相手に手を出させようというのが見えますね、うん、そうですね、迎撃主体というよりもやはりその小技でこう削りに行きながら、はい、まあ、要所でのスタンスを下段で崩していくっていう展開、はいはい、ダメージリードを取るというのをやっていきましたよね、はい、さあこれで勝った方がグランドファイナルへ進出、当然その伸びのやり口というのは 1個前の試合で分かったでしょうから、ここから竹谷どう変えていくか、そして選ばれたのはデビルズピット、壁ありと無限両方持ったステージです。そうです、2本取られて無限になったとこから和美が本領発揮する可能性もありますね、うん、まあ、そういう意味ではちょっとランダムセレクトでありましたけれども、はい、まあ、竹谷にとっても悪い選択ではないのかなと、ね、狭いステージよりは全然デビルズピットの方がいいのかなと。決定戦です、ウィナーズファイナル5試合目もつれております。チーム山佐対決、竹対ノビ、途中ちょっとノビのリロイも出たんですけれども、笑いが出るような、はい、ここはスティーブがかなりいいペース、はい、やはり壁があるとこの技打ちがリターンになる、ターンパンチで壁やられを奪ってそのままフィニッシュ。1ラウンド目はノビです。2ラウンド目はおっとカウンター、コンボがうまい、非常にミスが少ない、いやここでミスってしまった。ウォーカーテンペスト、プレッシャーかけて伸び、両パン投げと抜けている、投げキミス、やはりキミスの打ち方が非常にうまい、当て感があります。竹あれをスティーブに打つって全部の技に分けるんですよ、クイックフック機嫌、うん、勇気がありますね、打ち方が非常にうまいです。ここでクイックフック、さあ壁に運べず、どうなんの、取り返せるか、おーうまい、リンコレ剣牽制キック、どうする、お互いレイジです、さばいている、シットスピンを読み切った、ダッシュ下段さばき、ジャブガードさせてからシットスピンをさばく、伸びがリーチです。そしてここでステージは無限になりました、出し切っていきます。伸びがいいペースか、やっぱり伸びが攻めていくという展開になりそうですね。下段攻撃ハイキックでスカーク2発目カウンターヒット、一気に竹がダメージでリードを広げていく、おー、熱波読んでいる、あ、パワークラスアード間に合って、すげえダメージになってしまった、めっちゃダメージ、さあ、サネル、どうなる、出し切り、ここはガード、どうなる、あー、ライトをバックステップしていました、見事、竹選手がグランドファイナル進出、グランドファイナルのびが竹を破りました、間違えた、グランドファイナルへと、のびが進出です。